皆さんこんにちは、むちゃと申します。いやー、初めて今年追い分けファーム育成のね馬に出資してみて気づいたことがあるんですけど、いやめちゃめちゃですね、育成のペースっていうのが早いんですよね。というのも、去年までは私ノルマンディのみの出資でして、この同じ時期の育成ペースって販路で上限22秒ペースとか、もしくはまだパドック放牧とか夜間放牧をしている馬っていうのが多かったんですよね。で、今追い分けファーム育成馬がどれぐらいのペースで調教してるかっていうとですね、なんともう販路7秒くらい早い15秒ペースでね駆け上がっていると。だいたい追い分けファーム育成で順調な馬はね、これくらいのペースの馬が多かったですね。で、まあその追い分けファームに限らずですね、ノーザンファーム空港で育成されているこのライオンのジャンクスのあるイプスウィッチなんかは15秒ペースで消化していたり、車大育成のエバーブロッサムなんかもね、16秒ペースで走っていたりすると、いや、ここまでね、育成の方針っていうのは違うのかと、ちょっと衝撃を受けましたね。で、今回いろいろとね、また調べてみて、まあ、結論としてはめちゃめちゃ早いのが、この車大系とですね、マイネルさんっていうのを改めて実感しましたね。このマイネルフォルタっていうね、ゴールドシップ産駒の期待馬なんかは、5月生まれながらも、なんとですね、1ハロン13秒ペースですよ。先ほどよりもまた2秒早くなった。これもね、また面白いですよね。同じ岡田さん関係の牧場であっても、ビッグレッドさん、ノルマンディさん、ウィンさんと全然違うっていうのを感じますね。ちなみにウィンさんなんかは、多分新しくなった販路でっていうことなんですけど、キャンターをね、1本っていうメニューのノマが多かったですね。キャンターっていうのは、駆け足っていう意味だと思いますんで、まあ、がっつり速いペースではないっていうのは感じましたね。どちらかというとノルマンディタイプなのかなと。で、これっていうのはですね、もちろん速ければいいっていうものでもなくて、よし悪しっていうのはね、判断しづらいんですけれども、ただその成長の速さっていうのにはね、間違いなく影響してくるかなって私は思っていて、こちらがね、そのデビュー率とか、勝ち上がり率、今の3歳の世代のものになるんですけど、明らかに速い方がデビュー率高いですよね。ラフィアンさんなんかもう9割3分、ほぼ全ての馬がデビューしていて、で、車大系の馬なんかもね、8割、7割。超えてるところが多いですよね。一方でノルマンディは6割程度、ウィンさんも6割9分っていうことでね、まあ多少なり育成ペースの影響があったと個人的にはやっぱ思えますよね。ただもちろんね、これっていうのは最終的にね、結果が出るっていう意味ではやっぱりこのウィンさんもノルマンディさんも評価されているように、徐々にね走るようになってくるっていうことで、早ければいいっていうものでもないと。まあただですね、皆さんご存知のようにですね、新馬戦とか未勝利戦がどんどんこう早めにね終了するようになってきて、まあ嫌が王でもね、早くある程度仕上げて結果を出さなければ JRA にいることができないっていう状況でですね、まあ全体的に見ると少しずつ育成ペースっていうのが速くなってる傾向っていうのはあるのかもしれません。で、あとですね、その育成の環境っていうのもまた面白い違いがありまして、いやーこれね、有名な育成牧場さんの販路データっていうのを私なりにね頑張って寄せ集めてみたんですけれども、結構な特徴があるんですよね。前にもこの販路データでね、立冬が32メーターで美穂が18メートル、これが成功到底の結果につながってるんじゃないかっていうことを語ったことありましたけれども、これ北海道の育成牧場ってなるとまたね、もう一点重要なところがあって、やっぱこの屋内屋根付きかどうかっていうのは結構ね重要視されているみたいなんですよね。やっぱりノーザンファームさんがその結果をガツンと出し始めたっていうのは、この屋内がね結構効いているところもあったんじゃないかっていう風に言われてまして、でそれもあったのか、どんどんですね、いろんな牧場さんでも屋内とか屋根付きっていうところが増えてきたんですよね。ただ私調べではですね、あれだけ実績があるにもかかわらず屋外になっていたっていうね、意外にも思える牧場さんが車大ファームさんでして、2年前くらいの代表さんのインタビューを見る感じはやっぱりまだ屋外っぽかったんですよね。なかなか周りがね屋根付きとか屋内になっている中でこれを貫き通してるっていうのは何かしらの意図を私は感じましたよね。ただまあやっぱりね、その新しくできてきた牧場さんとか、まあ、すでにあった牧場さんもどんどん屋根を改良工事とかしていったり増えてきた中、まあ、結果もねそれに伴って出てきているっていう傾向はあるみたいで、結構その車大さんの会員とかからはね、いろいろと意見があったりするようではありましたね。まあ確かにその天候的な面で
ね、なんか屋根あった方がいろいろとね予定通りのトレーニングがしやすそうだなっていうのは分かりますよね。雪がめちゃめちゃ降る時とか、やっぱそのトレーニングをねできないっていう状況とかはもうこれまでいろんな牧場さんであったみたいなんですよね。やっぱその予定通り育成できるとか、何よりその怪我をしないかとかっていうのはね、まあ屋根あるに越したことはないのかなっていう印象はね、まあ素人目にはやっぱ思ったりはするところですよね。ただまあやっぱり費用的な面でも大きくかかるっていうところもあるのか、ここに乗ってない牧場さんでもねやっぱないところとかもありましたね。まあその北海道以外っていう面で見ると、いわゆる外球はね屋根付きじゃなくてもやっぱ雪が降るっていう機会もねそうないっていうところもあって、まあほぼ全て屋根はなかったかなっていう感じだったんですけど、一応その北海道の育成環境では最近屋根付きが流行ってるっていうのはねちょっと知っておくといいのかもしれません。であとはその高低差ですよね。これもね明らかに成績に直結してるかなっていうのは私ありまして、まあ先ほども言ったようにその美穂と立東の差がね単純に14メーターもあるわけですよ。これでどちらが負荷かかるかっていうと、まあ明らかに立東なのかなってパッと見思いますしね。もちろんこれは厳しすぎるとか軽すぎるとかどっちがいいかっていうのは分かんないんですけど、まあ事実としてやっぱ立東がねあれだけ強い抵抗を示してるっていうのは、まあ多少慣れても影響いいものをもたらしてるからともねやっぱ言われるのも分かりますよね。だからこそ美穂も回収今年から来年終わるっていう工事をして33メーターまで伸ばして立東と並ぶくらいまで予定してるわけですよね。でまあただそれ以上の施設を揃えているのが有名なところで言うとやっぱノーザンファーム天栄とか信楽ですよね。全長で言うとトレセンとかの方が長いみたいな数値なんですけど、高低差はね36メーター40メーターともう飛び抜けて大きい数値になってますよね。これがやっぱ結果に繋がってないとは思えないですよね。実際その外球である程度仕上げて急車ではもう調整程度で結果が出ているっていうのは明らかにこの環境がねいいからっていうのも関係してますよね。あとはノースシリーズさんの大仙ヒルズなんかもやっぱ高低差30メーターはしっかりあって、立東のトレセンに近いものもあると、まあ基本的にはねここに本州に入ってくる馬たちっていうのはある程度北海道で調教を積まれた馬っていうのが多いわけですけど、その北海道で行ってもねやっぱノーザンファームは30メーターとか18メーターあったりね、でスターズインヘブンも頑張っている追い分けファームさんでもねもう 36.8 メーターと、ここにもう1歳とか2歳の早い時期からねトレーニングしてるわけですから、まあ順調に育成できればやっぱある程度その負荷っていう意味ではかかってくるだろうなっていうのはなんとなく感じますよね。ちなみにコスモビューファームさんなんかはほんと最近ね新しい屋根付き販路っていうのを作ったようで、でその高低差がね60メーターっていう凄まじすぎる数値、これでネット上で話題になったりもしましたよね。ただあまりにもきつすぎるんじゃないかっていうことでちょっとね心配されているところもあったりしましたね。ただまあ高低差があればあるほど結果を出してるっていう可能性もね、まあ、傾向としてなくはないのかなっていうところもありますから、まあ、もちろん限度っていうのはあるんでしょうけど、仮にね、まあ、健康に無事にこの 60m っていうところも許容範囲で育成できるのであれば今後伸びてくる可能性っていうのは大いに秘めてますよね。あとは外球でいうとチャンピオンヒルズ、これがねもうノーザンファーム信楽に対抗するんじゃないかと、ノーザン系以外の馬で結果を出すためには非常に重要になってくると言われてるんですよね。全長は 1000m で最大傾斜 3.5%、 高低差 40m と施設的なこの数値でいうと巻き図を取らずなところまで来ていると、もうノーザン VS チャンピオンヒルズみたいなね印象が私はありますけどね。その外球っていう意味では車大ファームの馬とかも結構ここを使う馬なんかもいるみたいですしね、まあ、外球があれだけね注目されるようになったのは明らかにそこを使った馬が結果を出しているからっていうところはあるでしょうから、もうある意味ねここまでの施設が揃ったら少なくともこの点で言えばノーザンに負けないものができたわけですから、結果っていうのもねちょっともうちょっと接近してきてもいいような気はしますよね。でまあ話を戻すと、その車大系の馬とかねビッグレッドさんの馬っていうのは結構なね施設が揃って
高低差もがっつりある中で、あれだけ速いペースで乗り込んでるわけですよね。それは仕上がり速くなるよなっていう感じはしなくもないんじゃないでしょうか。コスモビーファームもこれだけね、負荷をかけられる環境が揃ってきているわけですし、まあだからこそ今はまだね、キャンターっていうところもあるのかもしれませんけど、まあ乗り込むことができるようになれば仕上がるまでは早いのかなっていう感じはしますよね。そのあくまで負荷が累計して成長っていうのはペースが速くなるっていうふうに考えるのであれば、一方でそのノルマンディはね、ちょっと傾斜とか高低差っていうのは分かんなかったんですけど、一応屋根っていうのはついたみたいなんですよね。チャンドーラプラバーっていう馬の近況に屋根付き販路が最初の難関になるって書いてあったんで、で、まあ、ですからその天候にねある程度関わらずトレーニングしやすくはなっているのかなっていう印象なんですけど、まあ一応ペースはね少しずつ速くなっているとはいえ、やっぱりね他の牧場さんに比べるとじっくりタイプ、もちろん良し悪しっていうのは分かりませんけれどもね。そもそも去年なんかだと北海道から早めにね、私の出資馬リオン・ラファールなんかは1月入ってすぐくらいに北海道から福島に移してトレーニングしてましたからね、まあ多少なりやっぱ早く仕上げようみたいなところはあるんでしょうね。そもそもこう素人目に思うのは、雪がねめちゃめちゃ降りやすい北海道でその1歳2歳の早い時期から育成することのメリットってなんかあるのかなって、まあ、完全に素人目には思うんですよね。結構ノースシリーズさんは大仙ヒルズにね早い段階で持っていってるみたいで、まあ、だからこそその屋根付きとかじゃなくてもね天候に左右されない育成ができるのかなって思いますし、雪鳥取でどれだけ降るのか分かりませんけど北海道よりは降らないでしょうからね、まあ、輸送とかは必要になりますけどね、少なくともその天候とかっていう意味では、まあ、やりやすかったりするのかなって思いましたね。まあ、ということでね、その育成の環境であったりペースっていうのはいろいろと違うっていうのをね今回改めて学んだところですね。いやーもう15、15のペースって本当ねトレセン入ってからっていうところも結構あったのかなって思うんですけどね、まあやっぱそれをねどん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 北海道や外級でデビュー前から乗り込んで育成のペースを早めていったら、まあ多少なりでも結果がさらに出やすくなったっていう結構あるからこそ今の状況があると思うんでね。ただまあその中でもね明らかに進みが早いのがやっぱ社大系の牧場さんであったりビッグレッドファームさん、そしてその環境施設の作りっていうのもねやっぱある程度高低差があって負荷がかけやすいところっていうのがね、まあ結果を出している傾向はあるのかなと私個人としては思いました。まあもちろんねノルマンディさんのように早い時期から仕上げるっていうわけではなくてね、じっくりじっくり仕上げていって息長くね丈夫にコツコツと稼いでいくっていうタイプもね、まあ味があると思いますし、まあ何より最終的なねコスパっていう意味では評価されているからこそノルマンディが人気っていうところはあると思うんでね、まあどちらがいいのかっていうのはこうつけがたいところではありますけれども、まあ少しでもね生産牧場や育成牧場クラブ出資馬選びのね参考になれば嬉しいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。